こんにちは、兄です。今日は SH フィギュアーツ仮面ライダーガイム極みアームズで遊んでいきたいと思います。はい、ついにね、最終フォーム来ました。まあ一番最初はね、これオレンジアームスからスタートして、次がはい、ちょっと中見えてないんですけども、ジンバーレモン、そしてその次にカチドキアームズ、ね、それで最後極みアームズっていう感じですね。パッケージは極みロックシードがここに書いてあって、お胸のね、あの模様がこう書いてあるような感じです。裏側はこのような感じで、いつものね、写真と軽い説明が書いてあります。それでは開けていきます。ブリスターはこのような感じになっています。内容確認していきます。極みアームズ本体、ひなわ大大 DJ 銃、ひなわ大大 DJ 銃、体験モード、マントパーツ、替えの手が左右に3個ずつ、計6個、以上です。それでは細かく見ていきます。まずは頭周りなんですけども、かなり細かく作られていますね。目の部分はしっかりグラデーションで7色な感じに、ね、光っていて、複眼パターンもしっかり入っています。そしてここの兜飾りですね、この部分もかなり精巧に作られていて、この中の部分ですね、ここもしっかり抜かれています。回していきましょう。色自体は全体的に銀色に塗られていて、兜の下の部分のモールドもしっかり入ってます。胸周りはですね、胴体部分はクリアパーツで表面を保護されて、裏にシールが貼ってあるような感じでフルーツが書かれています。この部分は賛否両論あると思うんですけど、僕はちょっとダメですね、いただけないです。で、シールの部分がですね、かなり雑に貼られていて、切れ目なくついていればいいんですけども、分割されている部分っていうのがすごいね、分かりますね。あとシワも入っちゃったりとかで、かなり汚いですね。回していくとこのような感じで、腕の部分はね、しっかり作られています。とここら辺のね、黒い点とかもちょっとね、精度が良くないっていうか、こっち側の黒い点はしっかり四角に沿ってるんですけど、こっち側の点はなんかね、ちょっと四角よりもちっちゃいみたいな、若干ちょっと残念なところはありますね。はい、で背面はこのような形です。この部分ってね、赤かったんですね。あんまり気にしたことなかったから分かんないです。で、この背中の部分の黒はすごい綺麗です。このままこれが前に来ていて、この上にしっかりとフルーツの絵が描いてあれば、まあすごい嬉しいんですけどね。ここの部分の光沢の出方とかね、大好きなんですけどね、なんかもったいない感じはしないでもないです。イメージ的には剣道のね、胴を僕はイメージしてましたね。ベルトはですね、極みロックシードと勝ち時ロックシードが開いた状況になっています。そして回していくと、はい、腰のホルダーにはレモンエナジー、ピーチエナジー、チェリーエナジーのロックシードがくっついてます。反対側はパイン、イチゴ、オレンジがついてます。次は腰回りです。腰の部分のね、鎧部分に関してはこのような形になっているんですけども、これはね、軟質パーツでできています。右も左も柔らかいです。この辺のね、このトコトコした感じはすごい綺麗にできてますね。ここの四角の部分は点々点って黒く塗られてるんですけども、この背後のここの点々は塗られてないんですよね。あとロックシードの裏にもあるっぽいんですけど、そこもね、塗られてないです。これは塗り忘れなのか、もともとこういう仕様なのか、ちょっと分かんないんですけども、ちょっとそこ気になりましたね。足はですね、もう全部オール銀っていう感じで、まあ、それで黒いラインがね、すごい引き立っていてかっこいいですね。とにかくね、もう全身ギンギラギンなんで、まあ、それだけでもね、なんかこうやっぱり異彩を放っていいですね。膝当ての部分がすねと一緒になっているのは珍しい形です。ちょっとこれはね、ここ引っ掛けておらないように注意が必要かもしれないです。足裏パターンはこんな感じです。次は可動です。
頭は一周ぐるっと回ります。前後は前にこれぐらい、後ろはどうしてもここが当たるのであまり上は向けません。アーマー部分は腕側にくっついていてここまで上がります。腕は水平方向にここまで、この部分でロールしてぐるっと回ります。一周ぐるりと回せるんですけども、どうしてもここに当たるのでここの上に上げた時は少し手を開かないとダメです。肘は二重関節でここまで曲がります。手首は一周ぐるっと回って前後に動きます。腰回りは胸の下とベルトの下で動きます。ひねりはこれぐらいです。まあまあひねれます。前後は前にこれぐらい、後ろにこれぐらい、結構のけぞれます。ベルト周りはカッティングができて、ロックシードはいつものようには外れないです、多分。そして腰の部分のロックシードなんですけども、こちらも固定のようで、外すことはちょっと難しそうです。股関節はここまで開きます。この部分が軟質素材なので結構いけるんですけども、ロックシードホルダーが左右についているのでこれが当たって、まあ、ここから先はちょっと難しいです。今気がついたんですけども、このね、軟質素材の鎧部分、これはベルトと一緒にくっついちゃってます。前後は前にこれぐらい、後ろにこれぐらいです。太もものこの部分でロール運動します。膝は二重関節でここまで曲がります。足首は一周ぐるっと回って前にこれぐらい、後ろにこれぐらいです。左右はこれぐらい動きます。つま先もいつもと同様これぐらい動きます。次は小物です。ひなわ大大 DJ 銃は、まあ、体験モードとね、ガンモードと両方とも入っていて、それぞれ塗り分けはしっかりできています。裏面はこのような形ですね。勝ちどき の、 あの付属していたものとほとんど同じです。若干オレンジの塗装が、まあ勝ちどきの時より鮮やかかなって気はしないでもないんですけど、ただこれはね、塗装はその時のムラがあるので何とも言えないですかね。マントパーツ、マントはですね、軟質素材ではなく硬質のプラスチックでできています。そして、黒で塗られていて、この模様はね、金色ですごい綺麗ですね。裏側は赤い色に塗られています。そしてここの突起の部分で本体にくっつけます。で、本体にくっつけるんですけども、これがちょっとねややこしいです。つける穴がですね、パッと見でわからないんですけども、ここの裏ですね、ここにあります。で、これをこのままこうくっつけることはできないので、バラさなければいけません。まず頭部を外します。はい、こんな感じでね、外して、そして、ここのね、赤い部分を肩口から外します。これはちょっとね、気をつけないと折っちゃうかもしれないので。はい、取れました。ここに、ね、突起がついていて、こことここ、ここに刺さっているような感じです。このような状態になってから、マントのこの穴にこれをくっつけます。それで元に戻していきます。元に戻す時も注意してやってください。頭部を戻します。頭部を戻す時はここの部分ですね、兜飾りを壊さないように気をつけてくっつけてください。はい、完成です。それでは可動なんですけども、ここまでですね、これ以上上には上がらないです。戻していくとこれぐらいでしょうか。これ以上先には行かないです。 SH フィギュアツ仮面ライダーガイム極みアームズ遊んでみての感想なんですけども、すごいね、造形は良くて塗装も綺麗でね、いいんですけども、残念な部分がね、ものすごくいろいろあります。で、まずですね、上級者向けですね、このアーツは。どういうところが上級者向けかっていうと、マントパーツを取り付けるのに頭を外さなきゃいけない、あと肩パーツを外さなきゃいけないっていう、ここのね、2つの工程を得ないとちゃんとした形を作れないんですけども、この頭を外す行為っていうのは正直ね、やったことない人はかなり怖いと思うんですよね。本来ならば頭を外すっていう行為は推奨する部分の行為ではないと思うんですよね。それをあえてやらないとマントを取り付けられないっていうのはちょっとどうなのかなっていうところはあります。あとですね、一番納得いかなかったのは極みロックシードの閉じた状態のものが入っていない、これがものすごい残念です。
今まで散々閉じた状態のロックシードを付属していたのに、なぜここで省略したのか、これがねちょっとね理解できないですね。閉じた状態の極みロックシードになぜこだわるかっていうと、あの勝どきアームズから極みアームズに変身するときにですね、やっぱり手に持つんですよね。それが再現できると思っていたんですけども、まあ、ないのでできないと。でベルトの部分が外れて閉じるとかそういったギミックはないので、結局ね極みアームズになるためのその変身シークエンスの再現っていうことはちょっとできないんですよね。それがちょっとなんでかなっていう感じです。次はですね、誰もが気になる胸の部分です。ここの作りがすこぶるよろしくないですね。まずシールの貼り方がものすごい雑ですし、僕はですねやっぱりその胸周りの漆黒な感じに絵が描いてあるっていうのがすごいその劇中でも綺麗だったので、そこの部分はねすごい期待してたんですよね。まあ販売前の写真からクリアパーツだってのは分かってたので仕方がないとは思ってはいるんですけども、一番のその売りのね綺麗な部分っていうのが、なんともねこの妥協作みたいな感じで作られているのがすごい残念ですね。背面部分の黒がすごい綺麗なだけに、やっぱりね前面もその黒がそのまま続いていってこの絵が描いてあるっていうのが、まあできれば一番良かったのかなと。まあちょっとね難しい話なんだとは思うんですけども、ちょっとねそこは残念ですね。最後に付属品のボリュームのなさです。武器パーツがですね、火縄大大 DJ 銃が2つ付いているだけなんですけども、今までの外務アーツを全て買っていれば問題はないんですけども、ただやっぱりねいろんな武器を使うっていうのが極みアームズの特徴であるので、もう少し武器入れていてもいいんじゃないかなっていうところはあります。だから単体でこれを持ってる人はその武器遊びっていうのは全くできないので、そこはねちょっとどうなのかなっていうのはありますよね。お値段5000円超えのフィギュアーツなので、大大丸か無双セーバーぐらいついていてもよかったんじゃないかなっていう気はします。 SH フィギュアーツ仮面ライダーガイム極みアームズ、造形やプロポーションに関してはすごくいいんですけども、最後の爪が甘い、こだわりをあまり感じれないフィギュアーツでした。初心者の方にはちょっと進めづらいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。